上手に自然に動けるシステムをもともと持ってるんです。だけどそれを邪魔してるのは自分の何か。で、何が言いたいかというと、人間は意外と自分の体の仕組みを知らないと。でこれ釈迦に説法で、これからいろんな体の話をお医者さんにするわけなんですけど さっき言ったように僕 の, やってることのベースにあるのはアレキサンダーテクニックっていうんですけど、まあ、アレキサンダーさんってオーストラリア の, 俳優さんだったんですね、うん、でまあ彼がこう上手だったらしいんですけども、ある日急にこう声が出なくなっちゃった。それでいろんなお医者さんにこう相談に行くわけですね。で誰に聞いてもわからないけども、で本当に勘でしかないんだけども、彼が思ったのは、自分自身が自分に対して何か間違ったことをしてるんじゃないかって彼は考えたんです。もっと言うと余計なことをしてるんじゃないかって考えた。自分でやるしかないということで、こう四方に鏡を置いてですね、自分のセリフを言うとこをこう観察してたんです。ずっと見てったら、やっと小さいこの変化を見つけたんですね。それが彼の言葉で言うと、頭を首に向かって、ちょっとこういう感じとは限らないんですけど、キュッと引き下げてた。そして自分の背骨をちょっと縮めてたっていうんですね。それが自分がセリフを言おうと、もうほんのちょっと前に必ず起きてた。うん、じゃあご自分で見つけられた。見つけたんだ、うん、ってことは、見つけたってことは自分でやってる意識がない、うん、勝手に体がそう反応してた。でそれが起きると、必ず何かがおかしくなって声が出なくなっているというこのパターンを見つけたんです、うん、まあ結論から言っちゃうと、人間というのはもうさっき言ったように自然の一部だったわけなんですけども、要するに上手に自然に動けるシステムをもともと持ってるんです、ね、だけどそれを邪魔してるのは自分の何か余計なことなんですね。でこの自然なシステムというものを彼は一応名前つけて、プライマリーコントロールっていう名前つけたんです。これを邪魔しないことが一番大事。システム、プライマリーコントロールを邪魔しちゃう一番の原因はエンドゲーニングです。つまり何か物事をしようという時の目的に向かって、そのプロセスに目を向けずにパッと目的を取ろうとすると間違うよっていう、これがエンドゲーニングということなんですね。だからもうちょっと簡単に言えば、プロセスに目を向けましょう。で抑制というのは、人間誰しも目標があって、やりたいってこう一瞬反応しちゃう。でその時アレキサンダーさん曰く、人間は自分を縮めてしまう、うん、縮んだ時に、あ、いけない、自分でストップして元の長さに戻ったりするわけです。そのことを抑制と言っていけない。で方向づけ、これもっとさらにちょっと難しいんですけど、うん、彼の言葉で言うと、彼はセリフを言おうと思った瞬間に自分に間違って方向づけをしてしまったっていう言い方をするんです、うん、一番簡単に言うと、矢印を向ける方向みたいなものなんですけど、人間って無意識に何か物を取ろうとするときに、そっちに意図するわけです、ね、で彼は自分を後ろと下に向かって仕向けちゃった。だから縮んでしまう。だから彼曰く、自分を上と少し前に向かっていつも方向づけておきましょうっていう、こう上に関係性ってさっき言ったんですけど、頭をそれは上にするんじゃなくて上に仕向けるっていうことなんですね。実感するまでなかなか難しいんですけど、覚えなきゃいけないことはプライマリーコントロールがあり、邪魔するものはエンドゲーニング で、いいものを得たかったら抑制しなくてはいけなくて、で最後にそこからいい自然な動きをしたければ自分に正しく方向づけしましょう。なるほど、ね、そういう順序になってます。はい、ありがとうございました。この動画がいいと思った方はいいねと、あと、ご質問がある方は、質問もください。それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。